岩室宗政完成4年6月17日は、日本の医師。大江岩尾代の父、江閣天皇の祖父。第126代天皇徳人は旧姓孫にあたる。別名、常衛門。法規国倉吉に生まれた。官方三年主家の荒尾家を辞して、老人となっているのであるが、その間の経緯は明らかでない。年すでに31歳で、今期も過ぎており。 一説には制裁を迎えるのに、両親、親戚が厳格であったためとし、また当時の彼には、林という一生家の娘と内縁関係にあって、すでに解任している状態で周囲の抑圧からの反問の結果一大決心したとも言われている。また、武家社会の封建制のしがらみに耐えられず、武士の身分を捨て、それ以上の身分、地位を得るため僧侶か医師か学者になって、 自由になろうとしたのだとも言われている。妊娠している利女を納得させ、京都に出たつねえもは、当時巧妙であった、石場、刀剣の門下に入り、約10年医術を学び、京都で開業した。その自身の名の一時を受け、胸正と名を改めたという。出家の翌年に出生した、鶴女と母のリムを迎えるため、法暦2年倉吉に帰京した。 しかし、利女は身分の差と家庭の事情からか出居することを承知しないため、創建は9歳の鶴女だけを連れて、京都に戻った。京都での宗政はこの鶴女を、近中五つ海版、伊駒守るの妻、ことぶきせんについて弁学させ、自分は住居も新町武者の工事に定めて、意を開業している。鶴女23歳の時官員の宮妃光宮。 主下子内親王に仕え、明和7年27歳の時官員の宮助人、親王の側室となり、名も岩台と改めている。翌年、岩台は、幸宮県人親王を出産している。宗政は後昭護院に出資し,し二人淵を受け、天明7年12月北京に除せられ、完成4年6月17日に死去した。岩室家は、本生は終え、先祖は、 大見国甲賀郡岩室座との児頭で岩室紳士と呼び、それから姓が出ている。岩室伊賀森茂は織田信長に仕え、八千国を漁し、その次男重吉が別所長春に従い、重吉の子岩室十兵義宮が池田家の老臣荒尾高茂に仕えて倉吉に来た。この義宮の三男一郎衛門が分家して百五十国を受けている。 その孫が常ねえもで後の宗政である。ありがとうございます。